たちだからね、帰ってあげた。探しよう。蝶々。これをテーブルの上に置いてってください。もうできる。飛んで打ち合いもないから最初は思ったかな。だんだん下に行ってきたら、うん、父ちゃんちょっとだけやってあげようか最初、うん、こっちからこっちから来たかな、うん、父ちゃんの方来たかな、うん、それでトントントンって、待って、疲れた。いいよ、大丈夫よ。どう、こんぐらい？いいよ。ここの中からナイフ。そうそう。ナイフっていうのは、うん、物を切ったりするやつよ。包丁？あ、そうそう、包丁、包丁。これはまだ危ないから、うん、僕は触らんとってね。わかった。よし。なんでこれ入れ物な？入れ物に入れてないと、出たら危ないでしょ、包丁は。お父ちゃん、なんでね、捕まえる の, 木の、うん、この分がある、あるのにね、うん、これでやるの？あのね、うん、こういうちっちゃいものをやるときは、うん、手で持った方が簡単でしょう、うん、どっちが簡単だと思う？うん、これ手で持つ方、うん、ね、それだけ一応あるんだけど、簡単な方でやった方がいいよ。こっちの方が楽でしょう。うん、簡単。そうそう、簡単簡単。枝にエプスみたいな感じ。え、簡単簡単の枝にいくの感じ。え、どういうこと？そんな感じかな。止まるよ。うん、これでこれちょっと置いとこうね。お腹すいたね。お腹すいたね。もうちょっとでできるけどね。なんか煙が飛んどるよ。あと一方飛んどるみたいだね。飛んどるみたいだね。今日はピザを作るよね。うん、ピザを作って、白いご飯、白いご飯もやるね、うん、アルミホイル取ってくれる？あれ、でもそれ、うん、その入れ物、これ、うん、じゃあ今日はですね、息子との初キャンプ
二人っきりです、久しぶりにカクテルです。いただきます。高い。はい、おいで。はい。よいしょ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 。重たい。1個目のピザ完成したね。できたね。いいよ、切ってみる。うん、これえこんな感じ。うん、上から上からいってみようか。うん、今度は俺横から切ってみます。はい、こんちの横から。うん、こっちからしっかり切ってみようか。難しい。周りの分にして父ちゃんに。どうしたの？どう、全然切れんかった。しょうがない。あ、あのお皿くれる？え、こんな？うん、その木のお皿。その上でやろうか。うん。あ、ちょうどいいんじゃない？うん。はい、じゃあ。オレはちっちゃいのね。ちっちゃいの？こんぐらいの、こんぐらいの。分かったよ。こんぐらい。いくよ。はい。あ、オレこんぐらいの。食べるけ食べても。こんぐらいにしようかな。うん。いい？いいよ。手で持ってやってよ。うん。どうですか？おいしい。うん、おいしい。ジムってるよね。うん、お茶は俺のお茶。はい、でっか、俺のお茶。俺も宗教でっか。特別よ。サービスじゃ、サービス。サービスね。ピザがちゃんとね、裏まで焼けてますね。もう一個やろうか。うん、ね、こっちはチーズのピザだって。美味しそうだね。チーズのピザ食べよう。父ちゃんは赤色のピザね。はい。俺食べたい、これの赤いピザ。いいよ、あ、赤いピザ切ってあげようか。うん、俺簡単に切れるの。ちょっと待ってね。頭ゴンジンが涼しいね。これのご飯はさっさと将来版。さっさと将来版。わかったわかった。さっさと将来版。はい。さっさと将来版。お願いしますって言わにてね。お願いします、はい、ベンベン。ちょっとお皿は。お皿？あ、これか。はい。よし、行くよ。はーい。
絶対このあと最後はね、こっちに出て最後こっちいいよ。あれ、あれはできました。まだだ。ほ、こ、く、こ、こ、あれ、できた。今度から土行った方がいいね。そうだね。よし、じゃあ父ちゃんビール飲もうかな。うん、いいよ。はい。うわ、ポテトル。違う。見せて。いいじゃん。すごいチーズかけてるね。おいしい。いや。どうやってやるんだ。またやれよ。え？さっとやれよ。やってくださいって言わない。やってください。はい。よし。お腹が出た。おいしい。よかったよかった。ご飯もする？うん。そう、これじゃ足りんもんね。うん。じゃあ俺ね、ちょっとね、ちょっとだけ遊んできます。え、ちょっと待ちなさいよ。ご飯作るんでしょ？はい。うん。なんでお菓子をね、この中に入れとったの？お菓子？あ、これなんなん？これ。それ味付け海苔。母ちゃんが入れてくれとった。じゃあ俺ちょっと遊んできます。こんぐらいだて遊んできます。こんぐらいだて、こんぐらいだて、ちょっと捕まえてきます。気をつけてよ。うん、わかった。今回はですね、稲葉のタイカレー、これをね買ってきました。チキンとタイカレーって言ってね、ちょっと辛いんだけどね、これをね、温めて食べてみようと思います。ポーちゃんがご飯食べて、それでね、虫、蝶々近前に行く。そうしよっか、うん、僕もでもご飯食べるでしょ。うん、分かった。お、よくできとる。よくできたね。食べる？うん。よし。はい、蓋しておきましょう。よし。できたね。ねえ。じゃあ、来て。カレー粉がボトッとなるよ。ねえ、カレーが。来て。できるよ。中見て。中ちょっと見てみようか。うん。お魚いらんかな。魚いらんかった？僕がいるって言ったけど。じゃあ父ちゃんちょっと食べてみようかな。うん、おいしい。辛っ。
付け海苔も美味しかった、うん、味付け海苔とピザどっちが好きだった味付け海苔味付け海苔味付け海苔が一番美味しかった、うん、そうかよし、寝よう。いいよ。寝よう、寝よう。よし、ちょっと待ってね。ちょっとこの中に入ります。はい、入りましょう。入れましょう。よいしょ。ね、よいしょ。ただいまですね、時間は8時53分。今日はですね、初めてたこ焼きくんと、2人だけでキャンプに来ました。夜の7時ぐらいに辺りが暗くなってきまして、もう辺りが真っ暗になったらですね、もう早く寝ようということで、まあいつもなんですけどね、キャンプに来ると。キャンプに来ると夜寝るのが早くて、朝起きるのも早いっていう感じなんですが、今日はですね、初めて2人で来て、まあほぼほぼ川で遊んでるか、スマホでですね、クレヨンしんちゃんとか見てるぐらいのことだったんですが、やっぱりね、今4歳なので、4歳の子と2人きりできて、なおかつ、ご飯とか作って世話して、撮影もしてっていうのはね、結構しんどい。結構しんどいんですけど、多分いい思い出になったんじゃないかなと思います。であとですね、今日初めて、ピザを焼いたんですけども、ピザがね、普通に焼けるのと、あとすごい短時間で焼けるので、今度からね、まあ、白いご飯も炊くんですけども、ピザもね、毎回やってもいいかなとちょっと思ってます。うん、すごい簡単だし、やっぱり、美味しいし、お酒のつまみになるっていうのはね、やっぱりいいですよね。今回はね、ちょっと軽めのご飯という感じになりました。ピザを焼いたのと、あとは白いご飯を炊いて、たこ焼きは白いご飯と味付け海苔、僕は、稲葉のタイカレー、これがめちゃめちゃ美味しかったですね。やっぱりいろんなところでこの稲葉のタイカレーって見かけるんですが、いまいちね、買わず嫌いというか、これ美味しいのかなぐらいの感じで見てたんですけども、これは美味しい。本当になんか一時流行ったらしいんですけどね、流行ったらしいんですけど全然知らなくて、これもね、なんか毎回食べてもいいかなと思ってるぐらいです。それぐらい美味しかった。多分今まで食べた缶詰の中でもう1、2を争うぐらいに美味しかったですよね。さあ、ということで今回はですね、たこ焼きくん、息子ですね、うちは子供が3人いますけども、それぞれですね、1人ずつキャンプに連れてくることがこれでようやくできました。家族全員で行くっていうのももちろん楽しいんですけども、やっぱり子供それぞれと行くキャンプっていうのもですね、特別なものがあるなと思いました。ただですね、キャラメルちゃんもミニーちゃんも、幼稚園の年長さんの時に初めて、2人でキャンプに来たんですが、たばきくんはね、まだ4歳で年少なのかな、年少さんなので、まあちょっと大変なのはこっちの方が大変だったですね。大変だったけど、うん、まあどんどんこういう機会を増やしていって、なんかいろんな話をしたりできたらいいなと思ってます。ちょっと今回はね、どうしてもクレヨンしんちゃんとかばっかり見てたので、あんまり会話らしい会話っていうのがお届けできてないとは思うんですが、その中でもね、いろんな会話ができたので、僕としてはすごく楽しい時間でした。それとですね、ちょっと大事なお知らせというか、まあ、更新の仕方に関してなんですけども、これまでですね、月、水、金と、週3回 YouTube を更新してたんですが、ちょっとね、YouTube を週3回やって、Yahoo を月6回、それと、まあ、8月はできてないんですけども、ブログを書いたりとかですね、そういったなんか別のお仕事、いろんな方の動画を見たりとか、カメラもね、新しくなりましたんで、カメラの勉強とか、で、まあそういうですね、もろもろのことがだんだん、重なってきまして、週3回更新するっていうのがですね、だんだん、厳しくなってきました。厳しいのは、肉体的にもそうなんですが、こう精神的にもね、こうなんか、やらなきゃやらなきゃみたいな感じになっちゃうので、それはどうなんだろうっていうことで、まあ心の余裕を作ったりとか、いろんなことを吸収する時間、そういったものもね、どんどん作っていきたいなと、実際思ってますので、
更新の日時を変えようと思ってます。月水金で更新してたんですけれども、火曜日と金曜日、この週2回に更新をしようかなと考えてます。で、週2回更新するんですが、基本的にキャンプと車中泊もうね、これをテーマにして今後はねお届けできたらいいなと考えてます。で、まあそれとは別に、例えば物を買ったりとか、ご提供いただいたりとかしてするレビュー、その辺に関しては、まあ火曜か金曜の真ん中ぐらいとか、その辺にもしかしたら動画を上げるかもしれないんですけども、まあそういうことがない限りはおそらく、火曜日と金曜日週2回の更新になるんじゃないかなと考えてます。まあちょっとですね、手前勝手なお願いで恐縮なんですけれども、まあ余裕を作るという意味と、あとは見識を広げるということで、これからもね頑張っていきたいと思ってますので、ぜひね今後ともよろしくお願いします。ということで今回は、たこ焼きくん、息子ですね、今回はね初めてキャンプに来てみました。またどんどんねこういった機会を設けていきたいなと考えてますので、ぜひまた見てみてください。それでは。